よし、減量期間も終わったし、明日のボディービル大会に向けて食べて食べて食べまくって筋肉を育てるぞ。コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ、ということで今日もガッツンバンバン4やっていきましょう。ちょっとトードスターさんのお家にね、遊び行きましょう。ちょっと暇なんで。トードスターさん、お邪魔します。あ、トードスターの家ですね。はい、ちょっと入ります。あれ、なんかめちゃめちゃドーナッツがなんか置いてあるな。なんかあいつ確かボディービルの大会近いって言ってたから結構増量の期間に入ったのかな。でもあれだな、ちょっと東堂さんの姿はありませんね。ん？なんかドーナッツが、え？ドーナッツが続いてるよ。あ？やばい、ちょっとめちゃめちゃ注射器も落ちてる。あー、東堂さん大丈夫ですか。東堂さん増量だけじゃなくてドーピングも仕事してた。え？大丈夫ですか、東堂さんさん。こんな無茶な増量とドーピングするからですよ、まったく。東堂さんさん、ダメだ、ビクビクして。ビクビクして、全然返事がないわ、これ。どうしよう。そうだ。東堂スターをお医者さんに見せよう。はい、ということでですね、今回はボディービルの大会で無茶な増量とドーピングをしてしまったトードスターさん、とんでもないことになってます。それをね、ちょっと助けてあげたいと思います。トードスター、なんとか助かってって思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではやっていこう。トードスターさん、ちょっと持っていきましょう。このままではちょっと危険なので。はい、よいしょ。オッケーオッケー、持ってた持ってた。今目覚ました、トードスターさん。大丈夫？あ、ちょっとやばいやばい、ちょっと、いろんなとこぶつかっちゃった。トードスターさん、すいません。トードスターさん、あ、なんか起き上がった。大丈夫？もしかして。あ、ダメだ。すげえ震えてる、震えてる。ちょっとね、一見大丈夫そうに見えるけど、結構挙動やばいんで、ほらほらほら。だから、ちょっと安静にね、連れて行きたいと思います。誰か助けてくれそうな人のとこへ。とりあえず一人だけ、今ね、ちょっと心当たりというかね、助けてくれそうな人知ってますんで、ちょっとその人のとこ、ちょっと行きましょう。トードスターさんを持って。トードスターさん？よーし、やってきました。やっぱりね、まあ、トードスターの上司というか、使える女王様、クイーン・バンセリアさんなら、このね、トードさん、なんとかしてくれるんじゃないかと思います。ちょっとじゃあ、お話聞いてみましょう。トードさん、ちょっとそこで待ってなさい。はい。すいません、女王様、トードさんがこの通りなんか、ちょっと無理な増量とドーピングのせい大変なことになってしまったんで、ちょっとなんとかできませんかね。マジ無理。っていうか、私医者じゃねえし、まあ、鳥はそこにある棒で殴ればなんとかなんじゃねえ。マジウケる。うわ、全然やる気ないやん。東堂さんのさ、この様子見ても、てかめちゃめちゃギャルだな。でもあれか、棒で殴る、あ、これか。これでちょっと叩けばいいみたいな、そういう感じかな。あ、そういうことみたいですね。まあすいません、東堂さん、ちょっとなんか固め取れてますけど、ちょっとまあ女王様の言うことも一応聞いておきますね。すいませんけども、じゃあちょっとこのコンボを持ちましょう。はい、 OKOK、 持てました。こういう、まあ、女王様の言うこと一応聞かなきゃいけないんで、すいませんね。いきますよ、せーの、はい、あれ、はい、はい、あ、ダメだ、あ、あ、ちょっと、あ、でもしょ、聞いてる、えい、じゃあ、ちょ、ほらほらほら。すごい、もうやめろみたいな。まあ、意識は戻んないっすね。はい、トードスターさん、すいません、女王様、ちょっとやっぱダメでしたんで、他当たりたいと思います。何かちょっと医術詳しい人なんか知りませんか、女王様。私全然そういうのわかんないんだけど、ちょっと扉の奥になんかピンク色の体した人がいたから、その人に聞いてみれば。ピンクい体の人？うん、わかりました。まあまあ、ありがとうございます。じゃあちょっとほら、トードスターさん行くよ。行きますよ、トードスターさん。はい、オッケーオッケーオッケー。まあ、そしたらじゃあ扉の奥にね、いる人をちょっと訪ねてみましょう。さあ、この辺にね、ピンクい人がいるみたいなんですが、ああ、オピラファミリーのことね。すいません、オピラファミリーさんたち。トードスターさんがちょっと大変な目に遭っちゃってるんで、なんかいい知恵ないっすかね。いいえ、私はちょっとわからないけど、この子なら何か知ってるかもね。ピ、ジバニウムに落とすといいよ。マジで？
そのオピラベイビーさんがちょっとジバニウムに落ちるの慣れすぎてるからじゃないんですかね。まあでも真剣な眼差しですしね。ちょっとじゃあジバニウムに落としてみよっか。トドサさん、それでいい？まあちょっと意識がないんで確認しようがありませんが、無言もまたあのイエスということかもしれません。ちょっとじゃあジバニウムにちょっと落としてみましょう。ちょっとじゃあジバニウムが大量にありそうな場所行ってみましょうか。はい、ということでね、ちょっとジバニウムがありそうな場所に来ました。行きますよ。はい、見てください、フロア一面のジバニウムです。まあちょっとここのねジバニウムにちょっと落としてどうなるかって感じですね。まあオピラベイビーがまああのようにねジバニウムに入ってあんな姿になってるのに助かってることからもなんとかなるんじゃないでしょうか。じゃあちょっと落としてみましょう。頑張れトドサーさん、ほら、ああなんか今一瞬ちょっと嫌だーって走り出す気もしたけど、まあ多分これでなんとかなるんでしょう。ちょっとじゃあ待ちましょう。さあそろそろいいかな。まあちょっとじゃあ飛び込んでみましょう。コロンボさんはジバニウムとかさんの聞きません、最強なので。じゃあ行きますよ。はい、ダーン。どこだ、ん、トードスターさん、あーと、え、待って、めっちゃ細くなってる。え、トードスターさん大丈夫？なんか魚みたいになっちゃったなんか片目がほらジバニウム色になって、やばいな、これちょっと悪化してない？これちょっと上から見てみよう。ちょっとよく見てみよう、よく見て。あーほらもうめっちゃ細くなってるよこれ。いや、この顔、この顔、うっそーみたいな顔になっちゃってるもん。オピラファミリーの言うこと聞いたらちょっととんでもないことになっちゃった。次はね、ちょっとね、この人はいけんじゃないかっていう人がちょっといるんで、その人のとこ行ってみましょう。ちょっとじゃあ行くよ、トドサーさん。これモテるかなこれ、ちょっと行くよ。はい、あー、モテたモテた、よかったよかったまあオピラベイビーたちがね、あのいた場所の奥にこの方はいらっしゃるんで、あの人ならいけるんじゃないですかね。ちょっとじゃあ行きましょう。オッケーオッケー。そしたらですね、この扉の先ですね、まあ、彼ならね、この状態のトードスターでもなんとかしてくれるんじゃないでしょうかね。ちょっとじゃあ開けましょう扉。ちょっと待っててね、トードスターさん。はい、はい、出ました、スティンガーフリーザー。彼なら絶対なんとかしてくれると思いますよ。すいません、スティンガーフリーさん。スティンガーフリーさん、ちょっと、トードスターさんなんですけど、ちょっとこういう状況でして、なんとかなりませんかね。あ、一応ちょっと見てくれてるね。この人、精神攻撃しかしてるイメージないからな。どうなんでしょうかね。あ、ほら、ほら、処置してくれるみたい。ほら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 、処置してくれてる。ほら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 、ほら。よし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 、どうなるどうなる。あれ、なんか、あ、なんか、精神世界に連れてこられたけど、え、ちょっとすいません。フリンさん、これどういうことですか、これ。え？まあ、こういう症状にはね、ショック療法が一番いいんだよ。うん。なんで、ちょっとショック療法してみたよ。え？ショック療法？どういうこと？ちょっと待って。ちょっと待って。ああドードスターさん！ちょっと、何やってんですか、スティンガー・フリンさん。マジで言ってる？こんなんで治るの？めちゃめちゃ燃えてるって、これ絶対ダメでしょこれ。すげえ笑ってるけどさ何やってんの、絶対助からない助からないっていうか、これは逆に悪化じゃないこれ。ちょっとなんとかなるのかな、ちょっとしばらく待ってみるか。でも、うん、さあちょっとね、1時間ぐらい待ちました。じゃあどうなってるか見てみましょう。まあスティンガーさんの言うことが正しいのであればこれで治ってるはずです。見てみましょう。はい、ただ黒焦げになっただけやん全くダメだ、もう悪化しちゃった。もうなんとなく細長くなってたのは戻ったけどさ、ちょっとスティンガーフリンさんもダメならどうしようかな。あ、マジでいい人いるやん、ちょっと忘れてた。そう、あの人のとこ持ってこう。ちょっとごめんなさいね、トードスターさん、ちょっと別のとこ行きますよよし、確かね、あの人この辺にいるって聞いたんですけど、どこでしょうかね。画面が完全にトードスターさんで邪魔なんですけど、確かこの辺なんですよね。あ、ちょっと、バンバンさんですよ、だから。バンバンさんってもともと医者なんで、絶対いいアドバイスくれると思うんですけど、なんか様子おかしいですね。何、あ、ランニングマシーン、え
マジでめちゃめちゃムキムキだもんね。医者としてやっぱ健康にはやっぱ気使ってるんですね。バンバンさんすみません、トードスターさんなんですけど、こうなっちゃいまして、すみません、医者としてなんかいい意見ないっすかね。あ、これは結構やばいことになってるね。まあ私に任せときなさい。聞くとこによると彼ボディービルの大会に出るためにいろいろとやってしまったみたいだね。それなら筋肉には筋肉をぶつけるのが一番いいよ。筋肉には筋肉をぶつける？ちょっとな、え？何？え？まあ簡単に言うと、私がナブナブをトードスターに投げつけるので、その筋肉と筋肉のぶつかり合いでなんとかなるんじゃないかな。何言ってんだこいつ。お前本当に医者か？ショック療法ってこと、つまりさっきもやりましたけどね、ショック療法ダメだと思いますよ。私は医者だぞ、私の言うことを聞きなさい。おー、そんな言うなら、まあじゃあやってみるか。まあフィティンガーフリンさんよりはなんか信用ある感じしますもんね。ちょっとじゃあ言う通りにします。オッケー、そしたらトードスターさんちょっと置きました。ちょっとバンバンさんの言う指示通りにちょっと置いたんですけど、どうでしょうか。あ、現れた現れた、バンバンさんすいません、よろしくお願いしますよ。本当になんとかなるんでしょうね。ちょっとなんか筋肉じゃなくなってるけど、まあいいか。いや、ちょっと ねショック療法、くる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 、どうなるどうなるどうなる、筋肉と筋肉のぶつかり合いがトードスターを直してくれる。あーあー、トードスター落ちた。ちょっといないし、もうぶつかってどうなったかの結果がわからないじゃん、これじゃあどうすんの。ちょっとどうすんのこれ。誰もいなくなっちゃったし、もう、あー、ちくしょう、もうどいつもこいつも役に立たないよ。もうトードスターさん、こんなに苦しんでるのに。トードスターさんどうしよう、もうこれな。ドーナツあげてみるか。ちょっとドーナツ食べる、トードスターさん。もっと食べればよくなる的な、どうぞ。あー、やっぱダメか、ドーナツではもうダメなとこに来てますね、多分。ちくしょう、どうすればトードスターさんを助けられるんだ、誰か。この声はまさか、ジェスター、お前何しに来たんだ。そこの君、何かお困りのようだね。よかったら良いお医者さんを紹介しようか。いい医者、いやちょっとな、この人の言うことちょっと信用できるかな、ちょっと不安ですよそれは。まあ騙されたと思ってついてきなさい。この前巨大化していたのもそのお医者さんの仕業ですからね。マジか、前回ねコロンボさんちょっとジェスターが巨大化しちゃったみたいな動画上げたんですが、あの巨大化はその医者の仕業ということですね。それやばくない？大丈夫かな。まあでも、まあその人しか頼る人いませんからね。ちょっとじゃあジェスターさん、お願いします、連れててください、その人のところに。わかりました、では彼の元へ行きましょう。よし、よかったな、トードスター。なんか、まあ、よくわかんないけどなんとかなりそうだ。うわー、心なしか喜んでますね、多分、はい。では行きましょう。さあやってきました、ジェスターさん、こっちに来いって言ってましたけど、あ、いらっしゃいました。ジェスターさん、ここで会ってるんですか？ちょっと、トードスターさん、ちょっとどいててね。ジェスターさん、ここですか？そうだよ、この扉の奥に彼が待っている。急いで連れて行くといい。わかりました、では行きましょう。さあ誰が待っているというのか。はっ、あれ、なんか扉開かないんですけど、ちょっと、あー、ちょっと破壊します、はい。開いて、オッケー、開きました。無理やりですけど。さあじゃあ連れて行きましょう。行くよ、トードスターさん。よし、持てた持てた、行きます。さあ誰がいるんでしょうか。はい、よっ、トードスターのせいでよく見えないけど、あのシルエットはまさか。ちょっとトードスターさん置きますね。ちょっとこの辺に、せーの、はい。あなたはスリンジョンさん、この場合スリンジョン先生と呼んだ方がいいんでしょうか。スリンジョン先生、すいません、このトードスターさんが大変な目に遭ってまして、なんとかしてくれませんか。うん、その男なかなか状態が悪そうだ、説明は後だ、早くこのベッドに寝かせろ。おお、なんか今までで一番頼りになるな、これ。すごい。よし、ちょっと、急ごう、急ごう、急ごう。ちょっと大変な目に遭う前に、もうなってるけど。トードスターさん大変な目に遭ってますけど、もうこれ以上悪化するとまずいんで、寝かせます。あ、
なんかうまいこと寝かせられないかこれ。あ、オッケーオッケー、ちょっと東堂さんさん、そんな嫌がらない、ちょっと大丈夫だから、あの人のこと言うこと聞いておけばなんとかなる。オッケー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 、まあいいか、はい、よし。すいません、なんかちょっと東堂さん、ベッド嫌がって乗ってくれないんですけど、お願いしていいですか。あとはすいません、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願い。ちょっと大手術が行われそうなんで、ね、一般人はちょっと外に出てみましょう。頑張るよ東堂さん。よし、スリンジョン先生による手術は大手術、困難を極め、その時間はなんと8時間にも及んだのである。おう、よーし、じゃあ時間もかなり経ちましたんで、ちょっと入ってみましょう。東堂さん、どうだ、あれ東堂さんいない。スリンジョン先生、どうだったんですか手術は。手術はうまくいったよ。彼ならもう自分の足で家に帰っていったよ。すごい、マジですか、ありがとうございます先生。もう自分の足で帰っていったんだ。扉から出てきてないのかな、わかんないけど、見えなかったけどね。すごい、さすがですね先生。ちなみに病名って何だったんですか。やっぱ食べ過ぎとドーピングですかね。いや、あれは筋肉痛だね。重度の筋肉痛ってやつさ。筋肉痛ですか。筋肉痛なのに8時間に及ぶ手術したんですか。マジで。まあいいや、ちょっとじゃあ東堂さんにちょっと会いに行きましょう。ありがとうございました先生、また何かあったらよろしくお願いします。すいません、じゃあ失礼します。 OKOK、 行きましょう。さあ東堂さんのお部屋着きました。ちょっとね、筋肉痛とか言ったじゃん、なんか嫌な予感するんですよね。ね、ジェスターのこともあるしさ、まあ無事ならいいんですけどね。じゃあ行きましょう、オープン。え、あ、やばい。東堂さん、え、めっちゃ巨大化してる。やっぱりジェスターが巨大化してたからさ、なんか嫌な予感すると思ったんだけど、待って、めちゃめちゃ、あった、めちゃめちゃ目充血してるじゃないですか。大丈夫。でもなんかすげえ、でもなんか前よりなんかすごい、見て、筋肉がすごい。いや、これなら確かにさ、ボディービル絶対優勝だけどさ、でもさ、反則なんねえかな、ちょっとそれは不安だわ。どうぞさ、さ、それ大丈夫それ。うん、今めちゃめちゃ気分がいいね。明日のボディービル絶対勝てるよこれで。ああ、なんだかんだったけど、ありがとうコロムさん。ああ、なんかちょっと息も乱れ出して、すげえなんか興奮ってか、大丈夫かな、アドレナリン出すぎてない。まあまあ、彼本人がまあいいっていうことなんで、じゃあまあいっか。ボディービルの大会頑張ってね。絶対失格になる気するけど、まあいっか、オッケー。ということで今回はですね、東堂さんがね、もう倒れてしまったということで、なんとあのスリンジョン先生に登場していただきました。東堂さんが助かってよかったですね。まあ、後日談になりますが、大会は失格になったそうです。ありがとうございました。はい、じゃあね、東堂さんかわいそうと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ちょっとね、告知というかね、お知らせなんですが、先週ですね、なんとあのブラックチャンネルとコロンボさんコラボさせていただきまして、その動画がアップされました。概要欄にリンク貼っとくんで見ていただきたいんですけども、でね、でですね、ブラックチャンネルの原作のですね、久市聡先生がですね、今回コロンボさんとのコラボということで、素晴らしい絵を描いてくれたんですね。それがこちらです。やばくないですか。まさに、ブラックとブルー、バンバン、ハギオギ、そしてスキビディトイレ、マサオ、そしてコロンボさん。いや、めっちゃいいっすよね、これ。この画像をね、ジングルとかにね、使っていこうと思いますので、皆さん、見てください。で、そのコラボ動画の方もぜひ見ちゃってください。ありがとうございました。それではまた会おう。コロンボ！バイバイ。